ーの、1、2の3、ドン。ここですね、ライブ会場に来ました。ちょっとね、ペコーラ、手紙を書いてきたので、ちょっと長くなっちゃうかもしれないけど、聞いてくれると、すごい、嬉しいなって、思いまーす。手紙出るペコかなー。あ、出た！行くよ。今日は、見てくれて、ありがとう。念願だった 3D になることができました。本当にありがとう。いや、これもね、いつも応援してくれているみんなのおかげだとペコラは思ってるペコ。まあ、今日は普段なかなかね言う機会がないペコなので感謝の気持ちを話させてください。まずははぐれママ最初にいたペコだね。見てたペコだよ。いやペコラをね産んでくれてありがとうございますペコ。いやママは初配信の時かな。いや、結構の頻度でね、配信に来てくれて、もうそれが本当にペコラにとっても嬉しくて、ね、なんかもうママがね、いないなって思う時はすごい寂しく感じるほどペコでした。いやね、あとね、ママが前に言ってくれた、したいことをしてほしい、自由にのびのびとっていう言葉に救われています、今も。これからもペコラ頑張るので、見守っててね。続いて、ラリエモンママ。ペコラを動かせるようにしてくれて、ありがとう。ラリエモンママも放送に来てくれて、コメントとかしてくれてるペコだよね。あの、ポケモンの時とかいろいろコメントしてくれたのを覚えてるペコ。ラリエモンママの動きのおかげで、ペコラの良さがより出ていると、本当に思うペコ。二人の娘になれて、本当に、よかったです。産んでくれて、ありがとう。続いて。応援してくれているみんなへ。はじめは不安なことや、悩んだこと、ゲームでアイドルらしからぬ言動をして、ホロライブに合ってないのかもと思うこともあったペコ。まあ、そんな時に、メンバーのみんなや、運営さん方、そして何よりもいつも応援してくれている岩崎たちの言葉がペコラを救ってくれていたペコ。普段はペコ逆って言って一番出てそうじゃない岩崎もペコラにやばいやばい助けて笑うなあやばいやばい涙で見えないペコラが落ち込んでる時よわからんもね不安な時にすごく気にかけてくれて、いざという時しっかりと応援してくれるところが、本当に大好きです。そして、いつも楽しく配信させてくれて、ありがとう。最近やった超迎え村では、みんながペコラならできるよと、応援してくれたから、クリアできたとき、クリアできなかったときは、めっちゃ悔しかったし、できたときは、達成感がすごかったよ。みんなと一緒に、クリア、見れたことが、本当に、嬉しかった。みんなが、思ってる以上に、ペコラは、みんなのこと大好きです。そして、のうさぎを、誇りに思ってます。みんなに少しでも笑顔や楽しさを与えられるように配信頑張るのでこれからもペコラと一緒に歩んでください。ペコ以上でーす。泣いてない泣いてないけどね。いやーいやー楽しかった。やばいやばい泣いてない。